ぶりの選挙戦となった黒潮町長選は、松本敏郎さんが投票数全体の 97% となる5375票を獲得し、初当選しました。松本さんは64歳で、町の情報防災課長を経て NPO 法人の理事長を務めました。新型コロナウイルス対策や南海トラフ地震に備えた町づくりなどを訴えてきました。今回の投票率は 59.01% で、3人が立候補した2010年を 14.75 ポイント下回り、過去最低となりました。